で、ついに最終回ですって皆さん。私が東京にいてよかった。ついに2人はあれですね、長きに住んだこの家を離れるとのことで、忙しくてさっき見たんですけど最新話を、そして今に至るんですけど。だからさ、あの私のさ、ウーバーイーツがさ、あんま早く届かなくて、さっき届いて今まだ頼んだパン食べかけなんだけれども、いや、うまいことルームシェアできるっていうのもね、いいもんですよ、非常に。私はね、たまの友達がね、うちに泊まりに来てね、変なところにタオルが置いてあるとね、もう怒り散らかしてしまうからね。